現在の神奈川県立金沢文庫新館金沢文庫は、鎌倉時代中期の日本において、金沢流北条氏の北条佐根時が設けた日本最古の武家文庫。所在地は、神奈川県横浜市金沢区金沢町142。金沢流北条氏が漁師、後に館や菩提寺である商名寺を建立して本拠地として開発し、 加盟の由来となった地である武蔵国倉木郡、六浦ー金沢里に所在したことが、名称の由来である。現在は、神奈川県立金沢文庫の名称で、県立の歴史博物館となっており、様々な所蔵品を保管、展示している。金沢文庫蔵書院成立時期は定かではないが、おそらくは下げ時が晩年に、金沢館で過ごした県事元年頃ではないかとされる。 北条佐根時は、病行堂の清原氏に、関石訓読を学ぶ一方で着景の北条、正村の影響で、王朝文化にも親しんでいた文化人で、佐根時は、鎌倉を中心に、金沢家に必要な転籍や記録文書を集め、収集した和漢の書を保管する書庫を金沢里に創設。文庫は、佐根時の蔵書を母体に拡充され、金沢貞明が、 六原丹大に任じられ、京都へ赴任すると、公家社会と接する必要もあり収集する文献の分野も広がり、佐田明は自らも写本を作成し、全本の収集に努めた。また、佐田明は、菩提寺の商名寺を収蔵しているが、佐田明が文庫の後輩を嘆いていたとされる文書が残り、また、佐時を金沢文庫創建者とする文書も見られることから、 貞ダが文庫の再建を行っている可能性も指摘される。金沢市を含め北条氏の滅亡後は商名寺が管理を引き継いだが当時の建築物は現存せず発掘調査と当時の記録からその位置が推定されている。室町時代には上杉のりざねが再興している。金沢は歴史的、歓迎的には金沢と読まれるのが本来であり設立当初は 金沢文庫あるいは金沢の文倉と呼称されていた。江戸時代に加賀藩の金沢が著名になり、金沢という読みが広まり、現在では公共機関の読みも金沢区や京急電鉄、金沢文庫駅は金沢となり、神奈川県立金沢文庫も同様に金沢文庫の読みとなっている。北条氏の滅亡後、文庫は衰退し、蔵書も多くが、 ご北上し、徳川家康、前田綱則らによって持ち出された。明治に入ると、明治30年に伊藤博文らの尽力によって、金沢文庫は復興し、商名寺大法院跡に再建されて、急増書の改修も進められたが、1923年に発生した関東大震災によって損壊するも、昭和5年8月9日に、図書館令に基づき、 神奈川県の運営する最初の県立図書館である、神奈川県立金沢文庫として復興した。昭和8年に図書館令が改正され、公立図書館のうち一館を中央図書館に指定することになると、唯一の神奈川県立の図書館であった金沢文庫が、中央図書館の役割を果たすことになった。中央図書館時代の金沢文庫は、郷土資料として、 金沢八景や神奈川県下の名所へ、県下で起こった、歴史へ、横浜へなどの浮世絵を収集し、現在も200点余り所蔵している。昭和26年に博物館法が交付、施行され、昭和29年に神奈川県立図書館が設けられると、金沢文庫は図書館から博物館に変わることになり、昭和30年に登録博物館となった。 平成2年に新築され、現在は、商名寺が所有する国宝や重要文化財を含む、鎌倉時代のものを中心とした、所蔵品を保管し、展示公開する歴史博物館となっている。主な収蔵資料としては、金沢法上史歴代の肖像が認証や深海の肖像が木造釈迦如来立像、木造十大弟子立像、近藤聖愛善明王座像などの仏像、 工芸品、新会所用の密教ホーム、古文書などがある。上記のほか、照名寺の所有で、同時から神奈川県立金沢文庫に帰宅されている文化財の名祭は、照名寺の孔を参照。ありがとうございます。